作る。チリと勝利を収めて2勝マーク。ポイントできれば無事故完走同学ラインです。6コース6号艇の佐藤京子となって枠なり3対3の体制をスタートしていきました。1番2番3番スタートうちの3艇が先行して1周目第1ターンマークです。2号艇の滝川外を運んでいきました。付け前に打って出てまくってリードしてくる滝川となりました。そのうちに3号艇の谷川そして4号艇の種森と続いています。主導権を握ったのは2番の滝川舞子、追走には現在3号艇の谷川理恵、後方5番4番1番最後方6番です。スタートは前提正常でした。先頭は2号艇 14.1 倍を示しています。第3レースは先頭2番滝川ゴールイン、2着3番谷川、本着5番山川、そして4番谷森ゴールイン、1番清武、6番佐藤がゴールインです。アウト先行コースは5号艇の大久保優香、6号艇加藤夏樹、6コースの大外で第4レースの進入枠なり3対3の体型です。スタートしてきました。2コース2号艇の池田がトップスタート。すでに1号艇の伊藤を抑えた形で1マークを運んでいく池田です。続いたのは3号艇西岡のまくり差し、2番と3番トップ争い、3号艇の西岡まくり差し入っていきました。外は2号艇の池田との競り合い、その後には4号艇の中田が続いています。スタートは前提正常でした。3番と2番大競りとなってきた2マークです。3番少し詰まっていますが2番も大きなターン、懐4番6番まで入ってきて大混戦です。上位争い若干2号艇の池田が先行、僅差で追っては4号艇の中田、その両サイドが1、6号艇加藤、外に3号艇の西岡で2周目1マークの旋回、先頭2号艇の池田博美、そして3番6番4番接戦となっている2番手以降ですが、3号艇西岡ここはわずかに2番手優勢、外に6号艇の加藤、内に4号艇中田が続き2周目2マークへと向かいます。先頭は2号艇の池田博美、4で3連単オッズは 21.0 倍を示しています。先頭2番池田ゴールイン、2着3番西岡、3着4番中田、そして6番加藤、1番伊藤、5番大久保ゴールインです。そして前半は2コースからまくりを決めた勝利が上がりました。5号艇は滝川舞子、アウト線の5コースです。6コース6号艇の山口真希子で、外は地元勢、進入固定戦第7レーススタートしていきました。踏み込んだのは6コース6号艇の山口、トップスタートでしたが出ていくのは角から4号艇松尾になりました。先前4番を6番まくり出していきました。さあここは6号艇の山口がトップに立っています。追走4号艇の松尾かなり、そして3着争いは5号艇2号艇その後に3番と1番が続いて1周2マークです。スタートは前提正常でした。先頭6号艇の山口、そして4号艇の松尾、2マーク若干詰め寄ってきています。6番と4番その差1点ちょっとになりました。3着争いは現在5号艇滝川優勢にインコース追って、3号艇神野が一定審査、外は控える2号艇中澤です。先頭6号艇の山口守っていながら2周目1マークを運んで、向こう正面はリード3点審としていきます。4号艇の松尾2番手です。3番手5号艇の滝川キープ、先頭から6番4番5番6、4、5の順で2周目の第2ターンマークです。先頭は6号艇の山口、追走に4号艇の松尾、そして3番手5号艇の滝川とホームスレッチへ返しました。後方は3号艇の菅野、2号艇の中澤、そして1号艇の隅、最後方となってレースは最終周回です。
さあ、仕事での6コースからの進入、自信を持ったスタートだったでしょうか。ゼロ台の踏み込みで見事大外からまくり出した山口が主導権を握って、ここは後輩等を提供するレースとなりそうです。4号艇の松尾は2番手です。3番手5号艇、やはり地元は滝川真由子で、上位体系は645、最終ターンマークの旋回です。今トップ6号艇山口返しました。6番4番5番3連単は13万周となりそうです。第7レース進入固定、先頭6番山口ゴール、2着は4番松尾、3着5番滝川、そして3番間の2番中澤ゴール、1番スニゴールインです。13万って言ってた。いいな、羨ましい。本当に12秒進が回転を始めて、今スタートまで10秒前を切っています。進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、第8レースただいまスタートいたしました。大外から6号艇がわずかに好スタートを切っています。さあ6号艇がこれからまくっていこうかという体勢でありますが、ちょっとサイドかからず、内側の方から今度は5号艇も接近いたしまして、バックストレッチ向こう上面でありますが、リードを取ったのは1号艇、その後2番手争いは2号艇順走の形、3番手には今度は5号艇の金子武史が追走、後方6番3番最後方から4号艇が追走、向こう上面から2マーク、スタートの方は前提正常です。1号艇が先前体制、さあその後2番手争いでありますが、5号艇が落として回る、さらに内側の方から今度は3号艇スパイブ、第8競争まもなくゴールを迎えます。今1号艇1号艇も足しゴールイン、2着2号艇須藤ゴールイン、3着5号艇の金子武史ゴールイン、後ろですが3番6番最後方水が来まして、4号艇の太田克也、今6着でゴールインです。こちらが131万6000円です。細かい方が900円です。